ウクライナのゼレンスキー大統領は7日、フィナンシャルタイムズが主催するイベントで、領土を譲り渡すには、すでに多くの人を失いすぎていると述べた上で、すべての領土を完全に取り戻す必要があるとの考えを強調しました。で、人がやっぱいるんだな。住んでるんだね、まだね。Пожалуйста, берегите себя. Да, спасибо. Да. Вы тоже берегите себя, пожалуйста. Потому что ваша страна тоже пережила многое. И получилось, что все-таки солнце взошло. Даже после самой темной ночи наступает рассвет. Мы всегда все это помним. И слава Богу, живы. Спасибо. Будьте здоровы. Пока. そのうちの一人は38歳のウクライナ兵クラベッツさんでした。彼の葬儀には前線から駆けつけたであろう兵士たちが軍服姿で銃を肩にかけ、そして棺に手向ける花を持って駆けつけていました。棺の後ろを支えられるように歩いていたのが妻のルドミラさんです。国連の報告では一般市民の死者が900人以上とされています。この女性は言っている。どんなに夜の闇が深くても明けない夜はありませんから、みんなそれを忘れちゃダメです。生きていることに感謝しましょう。さあ、少女たちの歌声に生きている喜びをもらいましょう。この子たちがこんなに愛するのがウクライナという国なんだ。わかった。